はい、えー、皆さん、こんばんはん、えー。音入ってますかねなんか音が入ってないような <laughs> 嫌な予感がするんですけど、大丈夫ですかはい。ああ、ゆきとさん、さあ、今宵いもゲルゲルショーからスタートということでございまして、えー、昨日はなんか意味不明なトラブルでですね、もう3分おきぐらいに、えー、電波が途切れまして、本当に往生しました。ということで、今日は、 あのそれにこれてですね、えー、またラジオ配信で、できるだけあの容量を食わないようにということで、えー、放送させていただきますけど、し、ま、ょ、あ、っぱなからろくでもない <laughs>、ほ当とにもう、ろくでもないものが映ってるんでね、皆さんもげんなりしてるかもしれません。えー、さて、今日は3月の13日、はいえー、水曜日のボギーチャンネルでございます。 はい音の方大丈夫ですかあ,ありがとう <laughs> ございます。はい、勝美さん。あの音、音大丈夫っていうことで。はい、えー、早速、石鹸男宮城さんから、はい、特納のニラ茶いただいております。はい、ベルさんからも、はい、えー、いただいております。ありがとうございます。カータンさん、それから桜チェリーブラッサムさんからも、ニラ茶に、藤田モンドさんからは、ニラ束、太田さんからも、ニラ茶、はい、いただいております。 はい、今日は音大丈夫みたいですね。はい、カズさんからもニラ束でございます。ありがとうございます。えー、今日もね、えー、ゆきとさん、それから原堀秀彩さん、さき店長も、はい、お見えになってますかね。はい、はい。えー、しかし本当にもう、今日の、はい、放送、もうね、昨日みたいに途切れるとちょっと困るもんですから、今日は、 わざとこれから始めております。はい。南川内の橋子さん、どうも、こんばんは、子でございます。はい。かつみさん、<laughs> にら。ポルポルさんからにら茶ですね。ありがとうございます。はい。えー、作店長からも、はい、えー。にら束が届いておりまして、早速、うまうまいただきたいと思います。はい。ふみみさんからもお茶でございますね。いや、本当に。<laughs> 南川町の端っこさん、こんなくだらないことしかできないとはっていうことで、いや、本当にね、私思うんですよ。あ、えきさんどうも、ニラちゃんありがとうございます。これは、あの、辺野古のキャンプシュワブの前でですね、えー、いわゆるきさよの皆さんが踊りを踊ってるっていうか、寸劇をしてるところでございまして、まあ、いい年を越えてね、こんなことやって、 自分の国の首相をね、あの、下げまくってですよ。何が楽しいんですかね。はい。えっ、ー、と、あのー、正直言いました、あの、安保闘争の頃の左翼っていうのは、確かに暴力的でもありましたけど、それなりのインテリだったと思うんですよね。ところが今のね、沖左翼とか、あと、特定外来左翼の皆さんっていうのは、もう沖縄っていうね、 えー、いわゆるキーワードをね。頭にあの衣にかぶってまあ、やりたい放題。まるで。ではい、えー、保育園かなんかのお遊戯会なことをねやっています。南條さん、その通り無駄なパワーということでございまして。あ、中佐どうもどうも。今日はロムということではい。是非いや。あ。しかし、本当に昨日のあれは困りましたね。あゆきとさん、どうも。 束ありがとうございますいやーしかし本当にねいい年を超えてこんなことをやってですよこれで沖縄が変わるんですかねはい日本が変わるんでしょうかこういったのはね、あのー、自分たちのね、えー、上司の顔でも書いてですよ、あのー、忘年会の時に踊ればいいんですよイノタンさんはいあっと立ち上がる日本さんこれどこの宇宙人ですかとはい大きさよと言います いや、太田さん、私、恥ずかしいと思いますよ。これ、この人のね、自分、子供とか孫だったら、もう、情けない。本当に。そうですね、猪丹さん、安倍川成人ですかね。いや、この他にも、あの、玉木デニーの顔とか、いろいろ後ろにあるみたいなんですけど、それをかぶって、なんか、芸を披露したということでございまして、本当に、安保闘争時代のね、命をかけて戦っていた左翼の、 皆さんと全くレベルが違いますそうですね、佐紀店長あの。本当に左翼連中の劣化がひどい、昔とは天地ですということで、いや、カータンさん、本当にヘルメットに倒れて、ゲバ棒を持ってて、ね、それでデモ行進してる方が、まだ、ね、まともに見えますよ。うん、そうです、桜チェリー・ブラッサムさん。沖縄の、ね、反基地運動、どんどんねあの、韓国化してるというふうに。 私は思っておりますさて今日もね、あの投げかわしい沖縄のね、あの左翼の皆さんのお話からいきたいと思いますけど、今日は石垣のお話でございます。はい、えー、これはですね、えー、石垣の、はい、前津さんという石垣市議なんですけど、まあこの方がね、あのわけのわからないことを議会でしゃべっております。 えー、どの候補より私は石垣市に自衛隊の配備は必要ないと。もう、体中中国し、中国製の食べ物でも食べてるんじゃないかと思うぐらい、はい、非常にふくよかでございますけど、ね、石垣市に自衛隊の配備は必要ないって言うんだったら、ね、どうすんですか、これ。はい。これおかしいじゃないですか、これ。 あのこの時は候補だったんですけど、今は議員ですよ。はい、今は議員です。犬丹さん、今は議員なんですよ、はいあの。その選挙の時ね、こういうことを言ってね、当選をしております。ありえないあの。よく言うじゃないですかあの、反対派の皆さんは。自衛隊なんかいらない自衛隊は帰れって言って、石垣の港で。 えー、イージス艦のアタゴが入ってきたときに、極ぶしいとか言って、ゲラゲラ笑ってた連中は、元教員らしいですからね。いやあ、そういった人たちが、じゃあ、何かあったときにね、緊急搬送してくれるんですかあの不発弾処理してくれるんですかということ。ね、尖閣に、ああいうね、ろくでもない国が入ってきたときに、守ってくれるんですかね、それとも、何ですか車座になって酒を飲んで話し合いをすれば。 解決すると本当に思っているんですかね。この方が今回とんでもない、とんでも発言をしております。はい。えー、活動家が当該から雇用が、米国から雇用が、憲法で保障されているということで、前津市議。いやー、本当にどうなんですか、皆さん。これ皆さんのちょっとご意見聞きたいんですよね。 こんんん。なな方が市議なんですよ、皆さん活動家が当該から雇用が米国から雇用が憲法で保障されていると。それって憲法に外国人が日本に入ってきて日本のねあの国防などに内政干渉していいっていうふうにこれ憲法に書かれているんですかね。私、いろいろろ見てみたんですけど、ま、 全く見当たりりまません。ん、ミントさんどううももいいつもありがとうございますあの。はっきり言って沖縄の議員っていうのは勉強不足です、はい、桜チェリーブラッサムさん。マクレン事件なんて多分知らないというふうに思うんですけど、いやー、まさコングさん、その通り、そんなもん保証されてませんよということで、いやもう本当にこうなると、放射能ですよね。はい。 9条っていう光を放ってる放射能。いやー、本当にすごいですよ。はい。いやー、これって絶対におかしい。カータさん、米国人は憲法で保障されてない。議員にしては無知すぎるということで。いやー、南条さん、私もそう思います、ね。この方が言うね、米国から来ようがというのは多分にこの方のことだと私は踏んでおります。はい。 えー、ロバート・梶原さん、容疑者扱い。<laughs> 辺野古署名呼びかけ人の関係先を沖縄県警が訪問ということで、この方ね、ハワイ在住のアメリカ人で、ね、ハワイを、ね、あの独立運動なんかにもなんか顔を出してる方らしいんですけど、なんでハワイ在住のね、アメリカ人がわざわざ日本に来て、 それも琉球独立を煽ってるんですかいや、そもそもこれをね、そのままさせているっていうのが、私、おかしいと思うんですけど、入管もね、あのー、公安も何もしてないのかと思ったら、沖縄県警、さすがに、はい、えー、辺野古署名呼びかけ人の関係先を、ね、あの訪問したということで、まあ、訪問だけじゃなくて、いろいろ調査していただきたいんですけど、多分この人の周りというのは、いわゆる、 国家分裂をね、格索するような人たちが、ワンサかワンサかはい、サメヤダさんどうも、はい、ニラチャ、連発でありがとうございます。いやー、おかしいというか、そしてこの方がね、今、日本中、あっちこっち回って、自主決定権とかね、琉球独立、はい、それから、辺野古署名のね、その、効果などを一生懸命、はい、講演して回ってるらしいんですけど、どっからそんなお金が出てるのか。 誰が払ってるんですか？この方のそういった消費用をね。おかしいじゃないですかね。はい、そうですよ。あの、カータンさん、アメリカ国籍のアメリカ合衆国憲法ですよ。はい、この子、この方、日本国憲法ではありません。そう、秀樹さん、お金あります。ドラムカンさん、こんばんは。ご新マンさんもよろしくお願いいたします。まあ、この方、こういう風うにね。まあ、日本に来てやりたい放題。 反社会的勢力、琉球独立派とつるんであの、琉球独立を散々に煽っております。そして、なんと言っても、皆さんもご存知の、あの、<coughs> ローラさんが、ね、加担をしました、はいえー、ホワイトハウスへの署名運動。もうすごいね、あのー、マスコミが大々的に取り上げて、もう、誰でも知ってるぐらい大ニュースになったんですけど、 結果的にその署名運動どうなったか、こういうふうになってますよ。はい。ロブ・カジワラさん、はい。ホワイトハウスは60日以内に正式に請願には応じなかった、はい。沖縄のアメリカ領事館は、沖縄は独立国ではないため、アメリカ政府は沖縄と直接話をしないと。いや、当たり前のことですよ。ね。 言ったんじゃないですか、アメリカっていうのはねあの、無視しますよと。はい。で、アメリカ領事館は、沖縄独立国ではないと。はい。日本国なので、沖縄と話はしませんと。まずはえ、日本政府と話をしてくださいっていうふうに前も言われてるはずなのに、同じ答えが返ってきました。いやー、本当にね、そうです、太田さん。県民投票の結果も無視です。それは日本。 政府に言いいななさでで終わりなんですよしかしそれにやっぱり納得できないやつも中にはいますよこんなのがはい皆さんも本当に大好きなこの方も何で生活してるのか全然わかんないこの前石垣に、ね、行ってましたしその前は台湾に行ってましたしなんか沖縄に来る人たちっていうのはなんか働かなくても旅行に行ったりね あの生活できたりする不思議な人たちが多いですよね。ホワイトハウス署名に返事が来ないかもしれないって噂が流れてるけどさと。いや返事は来ませんでした。かもしれないで足を止めるよりその時が来るまで走るしかないじゃんと。走るって何なんですかあの受信料お願いしますっていうことですかね。 まだ署名は続いてるんだよとかね、はいえー、90年以内に本当に返事が来なかったら、その時に全力で抗議するんだ変な情報に惑わされるなっていうことで、あの前回の、まあ、今回無視された署名運動が始まっている時に、これはアメリカは返事しないんじゃないのっていう声に対して、このようなことを言ってる人がいましたけど、全力で抗議ですか。 いや全力で抗議してほしいですよね。はい。この方の全力で抗議って何なんでしょうかね。はい。私、ちょっと意味がわかりません。はい。そうです。太田さん、あの、抗議したら逮捕した方がいいですね。はい。逮捕されても一生懸命何か言い訳して、あの、奇弁をね、牢する方でございます。あ、秀樹さん、うまい。さすが、逃げ足は早い。消す消すと。 いうことでまあでもこういったね先ほどの話に戻りますけど、はい、活動家が当該から雇用が、えー、アメリカから雇用が憲法で保障されていると、ね、そして自衛隊を完全否定しているこの前津石垣市議のこの発言に対し、はい、中山市長、はい、中山義孝市長果敢に反論しております。 辺野古の反対運動をしている人に自衛隊配備の反対運動を先導するために来てほしくないのが率直な感想。地元の人が混乱すると考えるのが普通ではないのかと。はい、普通ではないのかと。辺野古の反対運動をしている人に自衛隊配備の反対運動を先導するために来てほしくないのが、えー、率直な感想だ。これ誰に言ってるんですかね 先ほどのあの方もそれに入っているんじゃないですか。そうですね、カータンさんね。はい。受信料とかね、あの、何か言ってましたけど。はい。可視化とかね。いやー、すごいですよね。はい。まあ、そういった人たちに来てほしくないのが率直な感想。地元の人が混乱すると考えるのが普通だということで。いや、これ、中山市長、まさに私はその通りだと。 いいうふうふに思っていますよ、はいまあ、本当にね、この活動家っていうのはもう日本全国、原発がの問題が起きれば反原発、ね、そして沖縄であの辺野古の問題起きれば辺野古、そして石垣、宮古で自衛隊の、えー、基地を作る話が出たらすぐそこに飛んでいくと、とにかく日本国の足を引っ張るために全国はあちらこちら渡り鳥のように、 ね、飛び回り口を開けてカンパ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 と言って生きてるという人たちでございまして本当に先ほどのアメリカ人にしてもねあのケスケスさんにしても定食っていうのはあんまり聞いたことないんですけどどうしてこのようにね特にあの例の梶原君にたってははいホワイトハウスに行ったり日本に何度も来たり あのアメリカにね行ってる方っていうのは分かると思いますけど結構お金かかると思いますよそれを平気でこういうふうにポン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 できるなんてよっぽどこの梶原さんっていう方は裕福なご家庭の生まれかそれともどっからかお金が湧いてくるのかいやーすごいですね秀樹さん私もそうだと思っていますよはいやっぱりねこのようなあのー、方は やっぱりみんなでやっぱり応援してほしいんですよ。政治家がこうしてね、堂々とやっぱり正論をね、述べる。そういった政治家をね、やっぱり埋没させてはいけない。だから私たちは、こういった方々はやっぱり精一杯応援をして、ね、守っていかないといけないと、私は思っております。さて、昨日もね、お話しさせていただきましたけど、この件なんですけど、はい。 沖縄県玉城デニー氏が来沖北と南で日本を変える石川智博北海道独立宣言ということでございまして、豊かな自治を実現するための同民集会。まあ、右下に映っている玉城デニー知事は、えー、確か選挙の時には、はい、交付金に頼らない、豊かで、平和で豊かで誇りある沖縄を作ると、 いうふうに言ってましたけど、選挙に勝った途端、えー、基地を負担している限り交付金はもらうべきだというふうに舌をね180度ひっくり返しております。はい、選挙の時にはね交付金に耐えらない平和でえ豊かで誇りある沖縄を作ると。 はい、そしていろんな公約を並べ立てました。中身のね、あの入れ替えてで,できると、まあ、どこぞの民主党政権みたいなことを言ってたんですけど、今のところ何一つ、はい、実現の見込みはございません。はい。まあそういったね、あの方、そしてこの石川智博さんっていうのは、なんや、小沢さんの秘書だった方らしいですよね、秘書。小沢さんの。まあ、玉木デニーさんも小沢さんのいわゆる、はい。 ののものでございますしやっぱりこのった、ね、一連の動き、あの北海道、沖縄を、まあ、日本国会分離させる動きの裏には、もしかするとあの黒幕がいて、その後ろにはもっともっと赤い黒幕、赤幕がおられるんじゃないかというふうに思ってます。いちごさん、白神さん、ありがとうございます。なんでやるんですかそう、2人ともいわゆる小沢さんの。 走りだと言われても仕方のないことでございまして。そして、これね、皆さん、これも昨日お見せしましたけど、はい、確か小野寺さんが駅でもらったという、はい、石川智弘、北海道独立宣言。豊かな自治をね、実現する。自治とか自己決定権とかっていうのはもう皆さん、あの、眉につばつけて聞いてた方がいいですよ。あの、本当は独立っていう言葉をね、あの、 言い換えてるだけでございます。まあゲストスピーカー、玉城デニー、沖縄県知事と名前まで載ってるもんですから、私、沖縄県庁に、えー、メールで質問しました。はい。ちゃんと住所、氏名も全部書いて質問をしました。で、昨日は帰ってこない。で、今日のね、午前中に、まあ、返事が返ってきたんですけど、はい、返事ですね。その返事がこれでございました。 沖縄県秘書課、ウェブサイトへのお問い合わせの回答について。テドコン・ヤス様、お世話になっております。沖縄県知事皇室秘書課です。申し訳ありませんが、お問い合わせのあった件については、公務日程ではなく、把握しておりませんと。あの、来週の水曜日、平日でございますよ、皆さん。平日。 平日にね、知事が北海道に行って、北海道独立というね、シンポジウムにゲストスピーカーとして喋るんです。それをなんと沖縄県秘書課が把握していませんと。ね、あのー、皆さんもね、やっぱりこういった裏取るときはできればこういった文章の方がいいんですよ。文章になるときちんと残りますんで。 これがあの口で問い合わせすると言った言わないの話になります。でもこのような形でちゃんと返ってきました。11時17分、本日。はい、お世話になっております。沖縄県知事公立秘書課です。申し訳ありませんが、お問い合わせのあった件については公務日程ではなく把握しておりませんということでございまして、沖縄県知事がですよ、平日に 県庁を開ける。はい、当然、北海道に行くんだから、県庁を開けますよね、皆さんね。先ほどの、ちょっとね、あの、パンフレットに戻ってみたいと思うんですけど、はい。えー、これは、はい。えー、ロトイン札幌で18時半。もしかすると、ね、あの、翌日が、まあ、お休みお休みですか。木曜日が、高級日でお休みですかね。まあ、 5時にね、例えば5時ですよ。はい、県庁の、まあ、修業終了時間、はい、17時なんですけど、1時間半で北海道に行けないですよね、皆さん。直行便でも。どうですか、皆さん。沖縄から北海道、直行便1時間半で、私、絶対に行けないと思いますよ。はい。まず、無理。無理です。 あの、ラプターだったら行くかもしれないんですけど、普通の旅客機では絶対に無理です。ということは、公務中に、ね、店長を開けることになるんですよ、これ。どう考えても。はい。まあ、直行便にしろ何にしろ、あのー、行くとすれば3時間ぐらい。3時間ぐらいかかりますよね、カーターさんね。はい。3時間ぐらいかかるということなら、あのー、 やはり、就業時間中に、あの、早,早退をしないといけない。早退をする際に、その理由すら、ね、理由も、あの、県庁のね、秘書家が知らないと。これどうなんでしょう、皆さん。これおかしくないですかその当日、ね、もう早退するっていうことは分かってるはずなんです。じゃあなぜ早退するかっていうのも、理由は聞いてるはずなんですよ。 それなのに、ね、把握しておりませんと。はい。お問い合わせになった件については公務日程ではありませんと。ね。これ、あの、もしね、これもしですよ、あの、空港に行くのに、例えば、公用車乗ってたりですね、あと、航空運賃、公費で出していたりとかしたら、どうなんですかね。 まあ多分に向こうさんからの招待だと思うんで、いやー、しかし、塩ささんおっしゃる通り、初家が嘘ついてるか、対慢家のどちらかなんですけど、これはね、あのー、今後、県議会できちんとやっぱり追求していただくつもりでございます。はい、資料もちゃんとね、作ってから送ることになっておりますんで、県議会できちんとこれはね、あの、白黒つけましょう。そしてこういうふうに北海道、 独立という国家分裂を煽るような集会にこの出るっていうことは、これどういった意味があるのかと、沖縄県政に何のプラスになるのかということをね、やらないといけないです。はい、勝美さん、あの、年収500万ほどで、娘婿さんが一緒ですから、多分一緒に行くんだと思いますよ。あ、いや、さん、どうも、ニラチャありがとうございます。いただきます。いやー、しかし、本当にね、 えー、この当日、はい、えー、知事が早退して多分行くと思うんですけど、それを秘書家が全く把握していないというのは、絶対にあり得ない。そしてこれがね、ちゃんと文書で残ってるということが、今後やっぱり大きな、はい、追及の材料になると、私は、あの、思っております。はい。 そうですよ。これこそね、マスコミは知る権利をどんどん行使すべきなんです。しかし、玉木デニーさん、すごいですよ。あの、実はこれ1月28日の、えー、県民投票の前、えー、若者たちとの、いわゆるディスカッションの中で、えー、この若者が質問したんですよ、えー。県民投票に新たに加わる選択肢、どちらでも,どちらでもないについて、 知事はこれどう思いますかというふうに質問をしたら、こんな答えをしてる。うーん、わかんねえな、どっちでもいいかなと。はい。あの、全市町村をね、投票に、あの、いわゆる担ぎ出した3択のどちらでもないについて、党の県知事が、うーん、わかんねえな、どちらでもいいかなと。 もうね、皆さん、どう思いますか、これ。それがね、どちら、どっちでもいいかなと言ってる人が、県民投票の結果を尊重しろと言ってるんですよ。いや、これこそね、どっちでもいいかなでいいんじゃないですか。はい。いや、だって知事がそう言ってるんですか。どっちでもいいかなと。つまり、県民投票そのものの価値もどっちでもいいかなということだと思います。自分はこのようにね、あの、 拒否してる5つの、えー、市を、えー、県民投票に参加させるために、まあ、この県議会議長が提案をしたどちらでもないっていう選択肢、ね、これ、非常に重要な問題です。それに対して、うん、うん、わかんねえな、どっちでもいいかなと。はい、そうです、ゆくとさん、自分で県民投票の存在意義を否定してもる。ね、もうこんな方が県知事だっていうことを沖縄県民はよーく知らないといけません。 さて今日はまた本当に香ばしいニュース。これ面白いですよ。はい。カデナの騒音で1年間に10人死亡と推計。はい。10人死亡と推計と。北海道大学。なんでわざわざ北海道大学から言うは何しに沖縄へというふうに思うんですけど。ほらね、ここでまた最近のこの北海道と沖縄のあっち系の人たちの つながりっていうのがなんかすごい盛んになってきてますね。まさに愛の進歩できたらやばいんですよ。WHO 新指針で試算ということで、試算をしたことがさも事実かのように、えー、大々的に報道するのが沖縄の、えー、新聞でございますよ。はい。えー、ここに書いてますけど。 カデナ基地周辺に住む31万人のうち17,454人が高度な睡眠障害をもたらすレベルの騒音にさらされ、騒音が原因で年間10人が死亡したと推計されると。推計される。推計でございます。証明ではございません。しかし沖縄のメディアは、ね、あの、 いわゆる大学の教授が言ってるから、これは証明されたようなもんだと。あ、マラシャンテさん、こんばんはんご。そういうふうに大々的に捉えておりますが、もし、これがね、これが、あの、推計されるんであれば、はい、例えば、那覇空港。那覇空港は、カデナと比較にならないぐらい、航空機がね、離発着します。 特に、この航空機の離発着の真下にある瀬、瀬長島。そして、えー、富城、はい、富城、糸満市。そこって、もしかして、もっともっと、はい、騒音が原因でなくなってるんじゃないですか。はい。いや、これね、あのー、他にもたくさんありますよ。九州にも、ね、普天間以上に騒音の激しいところあるじゃないですか。 はい。あの、関西にも痛めのようなとこあるじゃないですか、街の中のど真ん中に。そういったところの問題にしないで、なぜかカネラだけを狙い撃ちにする。はい。おかしくないですか、これもね。私は非常に異常すぎるなと思っていますし、ね、この軍用機のみが離発着する カテナに比べて、那覇空港はまさに過密状態、えー。自衛隊機プラス民間機でひっきりなしに飛んでおります。ね、夜中でもゴーッとスクランブルの音が聞こえますし、背中島なんか頭の上から飛びますよ。そうしたら背中島で働いてる人の何名か騒音で亡くなるんですかね。はい、福岡空港、横田はと、まさにその通りでございますよ。はい、痛みもです。はい。 いやあ、もう本当にね、このように、あの、米軍基地だけに、このようなね、数字を持ってくる、このいかがわしさ、沖縄県民、これにやっぱり気づかないといけないよ、というふうにね、私は思っております。さて、あのー、県民投票の、はい、日付役、元山仁志郎君、はい、近く副学、県民投票の会は今月で解散ということで、 もう思いっきりね、あの、名前を売るだけ売っちゃったということで、今度は復学するそうです。大学院の方に戻るっていうことで、戻ってきたら多分、共産党かな、あの、国会議員かなんかに立候補するんじゃないかというふうに私思っていますけど、もしかすると赤峰政権さんの後釜になる可能性もありますね。はい、しかしこれだけね、 あの、沖縄を散々混乱に陥れて、5億4千万ものね、血税をね、あの、結局は無駄にしたことについての総括もないまま、えー、県民投票の会は今月で解散ということになっております。まさにね、あの、反基地運動の、えー、ために血税をね、費やしたということでありまして、まあ、それがね、まだ総括もしてないうちに、 3月16日にはまた新都心で県民大会開くっていうんですよ。はい。県民大会。もうね、この沖縄の左翼の皆さんっていうのは、休む間もなく、もうずっとね、半吉イベントに駆り出されています。これにね、またあの、梶原っていう,うな男が、第2のホワイトハウス署名始めてますよね。全然盛り上がってないですけど。はい。 もうとにかく何かにね、イベントを起こして、そこに基地反対派の目を向けておいてですね、冷静になって立ち止まる暇を与えないと。はい。常にね、尻を叩いて、次はこれ、次はこれ、次はこれ、と言って、ね、あのー、じいさんばあさんたちのね、尻を叩きまくって、あの、運動に駆り立てる。ね、次はこれ、あれその次はあれとやってれば、 考える暇なんかないですよね。そうして、あの、反吉運動は今継続してるんだと思いますけど、どっかでね、やっぱり私は心火が出ると思いますよ。やっぱり人っていうのはどうしても疲れますよ。またかと思います。だから今度のね、ホワイトハウス署名が全く盛り上がってないのはそういったところですし、このようなね、県民大会、県民集会、 ね、開いて、あの、沖縄県民あおるのはもうそんなに通用はしなくなってくるんじゃないかと思いますけど、その前に、まずはね、あの、県民大会の時の、はいあ、県民投票のね、ゴミを片付けろというふうに私は言いたいと思っております。まあ本当にこのような感じで目先を変え、品を変え、 はい、そしてニラを変えてね、あの沖縄の半基地、本当に平和を愛する人たちを半基地闘争に駆り立てる、まあ、左翼、本当に、本当の目的は一体何なんですかね。はいということでございまして、金曜日ですか、戦、は、車、い、朝からやってみましょう。 <laughs> はい、ということで、えー、本日のボギーちゃんの、今日切れないですね。はい、昨日と全然違います。はい、違います。あの、すごい嬉しいですね。あ、ミントさん、すごい大事な話。県民大会は年々規模が縮小。沖縄セルラースタジアム那覇から、大野山陸上競技場になり、那覇,市あ那覇新都心公園になっていると。次はもしかすると、どっかの公民館かもしれないですね。 やっぱりどん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 人は減ってるというふうに私は感じております。ということで今夜のボギーチャンネルこれにて終了させていただきます。さあ明日はどんなお話が出てくるのか楽しみにしていただきたいと思います。ではまた明日お会いしたいと思います。明日は木曜日皆さんが大好きな HK 仮面が出ますんでね。ぜひまた えー、ホワイトデーでもありますし、生温かい1000円のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。